フワウェイの折りたたみ最新モデル Mate X2 をようやく触ることができました。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。 Mate X2 をようやく触れました。いつもお世話になっている香港のスマホビル千田広場のトリニティさんに入荷したものを触らせてもらいましたが、いや本当に出来がいいですね。内側におるんですけども隙間がないんですよね。側面当然隙間ありませんが指紋認証センサーありますね。上から見ても本当に隙間ないの分かりますよね。カメラはさすがにペリスコも載せているのでちょっと大きめですけども、いやいやいいですよ。外側には、ヒンジのカバーありますね。この辺りはギャラクシーフォールドと似た感じですね。ディスプレイが外側が 6.45 インチで、これがまたね、閉じたままでも使いやすい気がします。カメラもすごいですよね。5000万画素のメイン、1600万画素の超広角、1200万画素の3倍望遠、さらに800万画素の10倍ペリスコープ望遠。そして内側はカメラないので、完全に全て表示できます。断面形状ね、右側に行くほど太くなっているという、ですので右手で持った時に重量バランスがいい感じになっています。ヒンジの中央の部分はディスプレイがくっついていません。浮いてるんです。ヒンジの内側に隙間があって折りたたんでいくとこの曲がったディスプレイが逃げると、なので折り目がつかないんですね。とはいえ、これはモトローラの元レーザーも似た感じなんですけども、よーく見ると、ちょっと動画には映っていませんけども、ヒンジの左右1センチぐらいかな。見方によっては線が見えることあります。ただね、こうやって曲げても特に波打ってるわけではないので、普通に使ってる分にはそのあたりは気にならないでしょう。ヒンジの中央の部分を強く押すのはちょっと心配かなという気はします。カメラの UI はこうやって両手を使うようになってるんですね。こんなあたりちょっと面白いですね。ベゼルが狭いので8インチですけども、意外にコンパクトという感じがしますね。ディスプレイは完全に硬いわけではないので、気を使ってね、使う必要はあるでしょう。このユーザー体験、最高だと思います。とにかく閉じてもね、スマートフォンとして大画面なので非常に使いやすい。で、パタッと開いて初代のモデルよりもスムーズに開く気がするんですよね。このヒンジの構造はよくできていると思いますよ。ようやく折りたたみのスマートフォンも完成形に近づいたかなという印象を受けます。このモデルがね、Google はどうなんでしょう。多分ある程度は載せるんでしょうけども、できればグローバルで出してもらいたい気がします。あまりにもね、完成度が高くて、これはね、実物見たら欲しくなってしまうと思います。本当にいい製品ですね。フワウェイ頑張ったと思います。ということで、どうしましょうね。非常に悩ましい、いい製品だと思います。では失礼します。